そもそも、そもそもこやつらがわしを昨日飲み会に誘わなかったのか。そうだ、ちょっとした事故だったよりや。わしだけ違う場所に誘導されるというか。どういうこと？変わったの。はいはい。そうですね。キングがメッセージくれた時もだいぶ盛り上がってる。メッセンジャー気づかないんだよ。そうそう。いや、わしだけここ一人寂しい。電話してくれたらいい。いや、さすがにもしかしたらトラブルかなと思って。トラブルだったらどうしようと思って。変な心配じゃない。いやいや、込み入る話があったらどうしようと思って。みんな全員真っ青になってたね。本当？これやべえよ。今から迎えに行こうか。まあすごかったけどね。迎えに行きましょうかメールが。うわーって。あー、よかった。でも新庄君まだ泳いでるかな。わしか。新庄くん飲まないだろ。飲まない、ね。うん、森時ぐらいじゃないか。この後だったっけ。今日朝あったけど、今日森時さんなんか飲みすぎたのか知らないけど、だいぶ人生観語ってた。もうあいつ四国牛耳る気だな。見た目は可愛い女の子です。このステージの後だっけ。25分からだからね。あと5分くらいかな。あ、そうなんだ。もうちょっとみんな待ってな。分散してるよ、なんかステージが。え、分散してるステージが。マジか。間の隙間を全部ジャックしちゃうという。そうね。大丈夫大丈夫。空いてるっていうか。あ、もうこれ収集つかなくなってるから、多分ステージも無理やりで分けるんじゃない？いや、じゃあ、もう OK もらったから。あ、そうなの？そうだ、ちゃんと枠もらったんだ。はい、上がります。今から上がるよ。25分から35分の間、あのちょうどステージの休憩というか隙間があるので、そこ奪い去ります。さすがです。見せてあげようか。あ、ごめん。どこ刺してる？ごめん。今思いっきり刺さったよ。どこ？あ、それ何？これ悪魔様の。あ、ハロウィンじゃないんだ。悪魔様のこれあれよね、触手やね。どうして遊ぶんだよ、こうして。え？おい、朝から何をやってんの？ホテルに帰ってこい、お前ら。もうやめてこれ。破けるよ。ゴーヤ汁がね。え？すな。感じちゃって、こら。痛いな。これいいね。これ売り出せばいい。いいと思うよ。5000円ぐらい。グッズで。コアクマか？コアちゃん。コアちゃん来ない。そうか、飲み行ってないもんな。そうですね。コアちゃんはお家にいたんで。あれは？カメラマン。カメラマンちょっとね、あのブースの方が離れないから。あ、そうなんだ。倍土下座しますんで私が。あいつが原因だけどな。でも似合うね、やっぱ魔女ね。似合うわ。なんか二人いい感じよ。うん。あ、こう？そうそうそう。悪魔といい感じだ。
私邪魔やね。ファンの人刺されないよね。いや刺さった方がいいんじゃないか。ね、2回ぐらい。カメラ目線は。あれ、大谷先生、はい、おっさんの真似できるんだっけ。できるよ。やって。みんな、おはよう。足元と見える人、手挙げて。わあ、すごい、こんなに手挙げてくれた。なあみんな、今日もいい天気で気持ちいいね。あの微妙にイントネーション違うね。なんかこの辺がモヤモヤします、ね。あ、そう。ちょっと大阪弁っぽくなかったな。あのコテコテのあのあれだからね。でも毎度ってやって毎度。毎度。ちげえな。全然ちげえな。全部やって。なんでわしがやるんだ。毎度。どうするんだこれ。どうするんだこれ。真似れるわけないだろう。え、それ先生が散々ステージの上でやれやれ言われたよ。いや先生はほら真似できそうな感じがするけど。どういう意味。いやほらね、性質上似てますからさ。わしがやっても全然違うからね。できるでしょ。でもいや無理だ。無理だわ。勘弁してくれ。フナッシーのもね、ギリギリ似てるぐらいだ。フナッシーやって。フナッシー。ラジジルブシャ。何の絵だ。あ、じゃあもう一個やろうか。うん。はい、頑張りました。全く元気のない。元気出ただろ。パワーもらった感じするだろ。皆さん、あれよ、ゴーヤをかじった時の顔してる。あのフナッシーもね、特にコメントなしでこれについては。あと3回ぐらいやったけどね、似てねえって言われただけだった。似てねえよって言われた。あ、何これ。まさかの朝から妖怪体操。懐かしいね。いや、あれだけあれだけね、わしらジバニャンと共演多かったのに。そうね、いや全然共演なかったわ。2015年下半期一回も見てません。ねえ、ジバニャン。ジバニャン。見てないな。ワンテイクなんこれ。懐かしい。あ、ちょっと待って、ヒコニャンが踊ってんじゃん。あ、本当だ。すごい。ひこにゃん、ひこにゃん。ひこにゃんなんかさ、動きが機敏だよね、今日。機敏じゃない。ね。
Thank you.